バイエルン・ミュンヘンに所属するドイツ、表 MF、ヨシュア・キミッヒが、現地時間8日に26歳の生まれ日を迎えた。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し、施中。キミッヒは2013年に当時ドイツ3部にいたら、プツィヒで、プロキャリアをスタートさせる中盤のプレイヤーとして活躍し、ライプツィの2部昇格に貢献する。その翌年には1部昇格も試した。そして、2015年7月に、バイエルンへ移籍。中盤、けでなく、センターバックのポジションも務む、ながら、加入初年度で、リーグ戦23試合に出場し、優勝に貢献した。その後も、バイエルンの中心、手として活躍しており、今季は公式戦21試合で4点13アシストを記録している。ドイツ代表とし、は、通算50試合で2得点。2018年のワールドカップでも、礼していた。欧州サッカー連盟、UEFA の CL 公式ツイッターが、キミッヒのプレーを動画付きで紹介している。次ページ、動画、バイエルンに欠かせな、選手。キミッヒのプレーはこちら。